にちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今、須坂市、長野県は須坂市の蔵の町通りの一角に来ております。そこに、珍しいおせんべい屋さんがあるってお聞きしたんでやってきました。お名前お願いします。はい、須坂せんべい堂の塩野と申します。塩野さん、はい、なんか珍しいおせんべいを作っていらっしゃるというふうにお聞きしたんですけど、ちょっとその辺紹介していただけますでしょうか。はい、こちらに並んでますお絵かきせんべいですね。お絵かきせんべい、はい、ドラドラドラ、あ、字がいっぱい書いてありますね。はい、これはありがとうとかなんか感謝の気持ちが書いてあるんですけども、はい、これはどういうせんべいなんでしょうか。醤油せんべいに砂糖とゼラチンを混ぜたもので1枚ずつ手書きで書かせていただいてます。はい、手書きで書いてるんですか。はい、ちょっと絵柄もあるかなという感じするんですけども、はい、その辺はどうなんでしょうか。最近は信州ブレイブウォリアーズの方に出店もさせて、ずっと長いことさせていただいてるので、はい、選手の似顔絵なんかも書かせていただいてます。選手の似顔絵、あれメンバー何人ぐらいいるんでしたっけ。全部で13人。じゃあ全員ほぼ全員分描きます。プラスキャラクターも描いてますので。ブレイブウォリアーズのキャラクターってあるんですね。はい、ブレアーという雪男がいるので。あ、そう、それ見たいですね。はい、見たいですか。はい、今お見せしますので。はい、ありがとうございます。そうですね、こちらが選手の似顔絵と、はい、ブレアーですね。はい、はい、これが何て言うんですか。これがブレアーです。ブレアー、はい、なんか似てますねありがとうございます。これを、まあ、あとはこれは何ですか。そうですね、お客様の注文で、はいはい、はい、書かせていただいてます。注文でもいろいろと承ってるということなんですね。はい、まあ、おせんべいに絵を描くなんてすごいことだと思うんですけど。ありがとうございます。きっかけは何だったんでしょうか。もともとは以前勤めていたところで、はいはい、たまたま書いてみないかという、はい、振られたというか、はいはい、それまで一回も書いたことなかったんですけど、はい、ただ白いの色だけで書いたのが一番最初ですね。うん、お砂糖を溶かしたその液で、そうですね、書いたと。はい、はい、そしたら結構受けたんですよね。そうですね、それからなぜかずっと書くことになりました。もうかれこれ何年ぐらい経つんですか。ここの店自体が11年目に入りましたので、はいはい、はい、11年書いてますけど、その前からなので、はい、私が知らなかっただけですね。いえ、これから知っていただいて。で、なんか結構有名人な方が似顔絵を描いたっていう証明になる、これは色紙ですよね、サイン。ですね、はい。いっぱい飾ってありますね。はい。お客様の注文で書かせていただいて、うん、お礼にということでいただいた色紙なんかもありますね。はい、おお、なんかシール貼ってありますよこれ。そうですね、普段は山崎さんですけど、はい、月亭方正さんで。ああ、落語家さんなんですね。そうですね、はい。で、なんかシール貼ってあるとなんか証明書になるんですか。あ、そうなんですよ、はい、ご本人のっていう証明になってます。本人が書いたとか、はい、そういうことですね。そうですね。いらっしゃったんですか。ここにはいらっしゃってなくて、長野で講演された時にお客様がプレゼントしてくださって、うん、それのお礼として。そうですね、お店の方まで、はい、うちにまで、はい、ご丁寧に作って書いてくださいました。すごいですね。これは何ですか。うん、こちらはもう毎回書かせていただいてます、はい、立川談慶さん。談慶さん、はい、有名な。そうですね、もう長野県出身の方ですので、はい、はい、そういうことなんですね。はい、あ、じゃあちゃんとほらね、笑ってますね。はい、おせんべい持ちながらというわけで、おせんべいに絵を描いた。はい、絵がうまい。もう全く絵心もなく、はい、もうお客様の注文で今ここまで来たという感じですね。うん、まあ絵を描くにあたって何か心がけてることってあるんですか。なので、まあお客様に喜んでいただけるのが一番ですけど、うん、やっぱり似顔に関してはちょっと何分絵心がないので絵描きの先生とちょっと知り合いがいましたので、ちょっとアドバイスをいただいて、はいはい、はい、それで描くようになりました。あ、勉強もしてるとそういうことなんですね。勉強と言っていいのか、はい。そのやっぱりその写真を見たりとかそういうのもあるんですか。もちろん写真を見て、うん、そこを
書いていくっていう感じですね。もしこういうふうに自分も作ってもらいたいなっていう時はどうすればいいんですか？そうですね、もちろん写真持ってきていただく場合もありますし、はい、今やっぱり SNS とか特にうちの場合ですと公式の LINE やってますので、あるんですね、はい、そちらに写真を送っていただいて、はい、そこから、はい、そうですね、見ながら書かせていただいてます。今後どんなふうにこうお店をしていこうと思ってるんでしょうか？そうですね、やっぱり皆さんに喜んでいただけるのが一番なので、皆さんに知っていただいて、はい、そういう節目節目に関われたら嬉しいなと思ってます。おせんべいだっていうことで、そのまあしけったりとかね、はい、しちゃうんじゃないかなと思うんだけど、うん、結構日持ちするんですか？そうですね、作った日から賞味期限4ヶ月ありますので、はいはいはい、しばらく飾っていただいて写真を撮ったらあとは食べていただければいいかなと思います。ちなみにこの大きい、はい、おせんべい、はい、1枚おいくらするんですか？絵を描いて3000円になります。はい、絵を描いて3000円、はい、安いか高いか皆さんまあね、喜んで結構注文いただくので大丈夫かな今日も結構遅い時間なんですけども、はい、なんか忙しそうにしてますけど、今日は今何やってるんですか？今は今度出店させていただくブレイブの似顔絵せんべいを今ちょうど描いてます。13人ですね。そうですね、はい、素晴らしい。まあブレイブウォリアーズっていうと毎月何回かありますよね。そうですね、はい。どうなんですか、毎回そこに出店するんですか？毎回出店させていただいてるので、だいぶ皆さんにも覚えていただいて声をかけていただくことも多くなりました。ってことは、もしそのブレイブウォリアーズのおせんべいが欲しかったら、はい、そこへ、そうですね、試合を見に行かなくちゃいけないってことですね。来ていただけると、それで声かけていただければ嬉しいです。なるほど。今後どんなこうお店にしていきたいと思ってるんでしょうか？そうですね、やっぱり皆さんに知っていただいて、そういう節目に使っていただければ嬉しいなと思っております。なんかサプライズですよね。そうですね、はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございます。